曹操は赤壁での敗北から立ち直ると西方の平定へと乗り出す。これに対し西方の各地を領する軍閥は反曹操で結束、領州の馬長を旗頭として優先し、道館で曹操軍を破るに至った。その後馬長らは間を置かず、漢中の後鳥羽道の教祖長魯と連合、長安へと後退した曹操軍に対し猛然と追撃を開始した。今長安の備えは手薄だが、ここを抜かれれば巨匠が危うい。危機的状況を前、長安を守る決死たちが奮い立つ。死地こそ己の舞台と不敵に笑う軍師郭、軍閥の諸将と武を競わんと闘志を燃やす徐行、そして馬長を敵と狙う王位は復讐の好機に笑みを浮かべる。果たして三人は反曹操の激流を立ち割ることができるか。すでに我らのもの、奪い返せるなどと思われることだ。
だと見よ。これぞ武の極み。武器庫の奪還は成功だ。お次は中の火炎車を使うだ。敵はまだ構成を緩めない。ああ、早く追い詰める側に回れたら。
攻撃してくる者を撃滅する。そのたたずまい、名のある武人とお見受けした。いざ極光明と刃を交え。
と見よ。これぞ武の極み。あいつだ。生き残るのが俺の信条なのよ。ということで、さよなら。守りきれたか。一仕事の後だ。今夜は宿題で行こう。